にちは、くのです。本日のお題です。ちょっと今日は午後になっちゃったんですけど、今日の話題について、子供の頃の夢について、子供の頃、夢っていうか何になりたいとか、そういうことですかね。お金持ちになりたいとか、会社の社長さんになりたいとか、まあうち委員でしたから、歯科医院継ぐのかな、なんて思ってたのかな、とは思うんですけど、漠然となんか何になりたいとかそういった夢ってなかったのかなっていう気がします。前に、なりたかった職業って言った時に、うちの姉たち2人に、まあ、入れ知恵されて脳外科って言ってたんですけど、まあ、それはともかく、その後ですね、何になりたいとかっていうのが漠然となかったかな。やっぱり海外旅行に行きたい、世界を渡り歩きたいとか、まあ、たまにテレビで見るすごい素晴らしい景色だとか、そういったものもまあ好きですし、グルメレポーター気取りでなんかものを食べたいと思った瞬間はこういうのを食べたいなとかっていうのはありますかね。それはあったかもしれません。ただ、漠然とどんな大きな夢抱いてとかっていうのがやっぱりないくて育っちゃったかなっていう気がします。皆さんはどうでしょうか。本日は、こんなところで、終わりにしたいと思います。以上です。